こんにちは。理工学部管理工学科の田中健一です。私の専門は社会工学です。社会と工学とは関連が低いと思われるかもしれませんが、実はそうではありません。都市計画への応用を例に挙げましょう。都市においてサービスを提供する施設の適切な配置計画、道路網や鉄道網の敷設計画、老朽化したインフラの維持管理方法の検討といった問題を評価し、合理的な解決策を見出すためには工学的なアプローチが有効です。その際に数学を用いてモデル分析を行う点が社会工学の大きな特徴です。大学での学問は非常に多岐にわたります。ぜひ若い今の時期に多くの扉を叩き、面白いと感じる分野をたくさん探してみてください。それでは。